まず最初に、紹介するのは、こちらレザーマンのフリースタイルですね。まあ、いわゆるマルチツールと呼ばれるものですね。まあ、レザーマンですね、結構そういったような、マルチツールでは有名なメーカーだと思うんですけども、他にもいろんなタイプがあります。で、僕がこのフリースタイルというのをですね、選んだ理由っていうのが、まあ、マルチツールというと、例えばドライバーであったりだとか、ハサミであったりだとか、それから何ですかね、栓抜きだったりとか、いろんなツールがこう、まあ、いろんなところがニョキニョキ出てくると思うんですけど、多分使わないんですよね。はい、で、僕はじゃあこういったようなソロキャンプだとか、ちょっとしたこういう何て言うんですかね、お散歩をしながら何かしたいって言った時っていうのは、本当に、必要最低限のところだけ必要なので、このフリースタイルっていうのはですね、こう今折りたためであるんですが、これをですね、このようにすると、いわゆるラジオペンチみたいなものになります。はい、ですね。で、まあ、これで挟んだりだとか、あとはこの挟むところの付け根のところですねに、ワイヤーカッターみたいなのがあったりとかするんですけど、まあ実際僕はここら辺は使わないです。はい、まあ、あの先ほどもね、ラーメンを作って、その後、バーナーから、ガスバーナーから、取り上げるときにですね、あれこう取っ手の部分もですね、かなり熱くなってるんですよね。なので、こうまあ素手では持てないので、そういったような時に、クッカーとかをですね、熱くなってるのをこれで、まあ、挟み込んで、掴むというような時に使ったりとかします。あとはそうですね、こうなんかこう火を使って熱くなっている器具とかをこう掴んだりとか、ちょっと移動させたりするっていう時にすごく、便利なツールになっています。で、あとは、まあ、これをまたそうですね、こう折りたたんであげてですね、で、ここの部分ですね、こんな具合にですね、はい、やるとですね、ナイフが出てきます。まあ、とても刃渡りがですね、短いナイフ、小さなナイフなんですよね。多分、ペティナイフよりも小さいんじゃないですかね、と思います。ですので、本当にちょっとしたものしかカットができないと思うんですが、まあ、野菜とかですね、カットしたりだとか、お肉とかをちょこっとカットしたりとかいう時には使えるのかなと思う。お魚さばくのはちょっと難しいと思うんですよね、やっぱり短いですのでね、あとは、まあ、果物とかね、これ実際にリンゴ剥いたことがあるんですけども、リンゴ剥くぐらいだったら十分ですね、になっています。で、こちらなんですけども、ここの部分ですね、押し込んであげるとこんな風に収納できて、まあ、ロックがかかるというものですね。で、見て分かる通り、ね、手のひらサイズでポケット、例えば胸ポケットに入るぐらいのサイズですのでね、邪魔にならないと思います。まあ、あのクッカーの中にポンと入れちゃえるような大きさになっていますので、とても便利ですね。ということで、こちらですね、レザーマンの、フリースタイルという、マルチツールですね、こちらの方をご紹介しました。